目の健康のためのエクササイズ4種目の健康を促進するいくつかのエクササイズがあります充血することはありますか目を傷つけてしまったことはありませんか目にプレッシャーを感じることはありますか特にパソコンを使って働く人はこうした症状に悩まされがちです視力を損なうことなく目の健康状態を改善したいなら 目のエクササイズを行いましょう。これらのエクササイズは簡単でどこでも行うことができ、毎日の習慣として行うことで素晴らしい効果を発揮します。目のエクササイズ。この記事では私たちにとって大切な目の健康を促進するための4つのエクササイズをご紹介します。 エクササイズは4種類ですが、様々なバリエーションをあるため、より完璧な運動をすることができます。1. たき。パソコンを使って仕事をする方は、目の健康のためにまばたきをすることが重要です。瞬きなんて、いつもやってると思うかもしれませんが、実はそれだけでは十分でないことがあります。 パソコンの前に座って作業をするには大きな集中力が必要です。他の状況下ではあまり起こらないような無意識のうちに長時間瞬きをしないという状態になります。では、どうすればよいのでしょうか早く瞬きをする休憩時間に瞬きを早くしてみてください。 そうするとあなたの目を自然に潤わせます。これを行うときに目薬を使う必要はありません。瞬きをゆっくりと行う。この運動は目の緊張を緩和するのに効果的です。目を閉じて数秒間そのままにしておきます。そして目を開くことを繰り返します。2、目に圧力をかける。 子供の時に目を押して星が見えるようになるのを試したことはありませんか実は目に優しく圧力をかけると良い効果があることがあるのです。目を酷使した職場での追日ちの後、これを行うと目の緊張をほぐしてリラックスさせることができます。どうやってやれば良いのでしょうかここに目をリラックスさせて 緊張をほぐす2種類のエクササイズをご紹介します。手のひらで目を優しく押さえる、優しく圧力をかけながら、目の上に手のひらを乗せます。最初に手のひらを吸って温めてから、2分間目を押さえてください。目を指で押す、小さい頃に言ったように、目の上に指を置いて、数秒間押してください。そして、リラックスし、 また言ってください。3. 目を動かす。目を動かすことは、目の健康のために効果的な運動の一つです。常に目は動いていますが、特に良い効果を得るには、特定の方法で行う必要があります。これを行うと、目を緊張から解放し、リラックスさせることができます。上下に動かす。 最初の運動は、上を見て、下を見るというものです。難しい場合は、ゆっくりと言ってください。左右に動かす、最初の運動と似ていますが、まず右を見てから、左を見ます。目を力で動かしているように、これらの運動を行うといくらか、目にプレッシャーを感じるはずですが、それは良いことです。 目の緊張を解放してくれるため、エクササイズを終えると目がスッキリするはずです。4. 近くを見て、遠くを見る。最後の目のエクササイズは、目の焦点に関するものです。このエクササイズは、仕事で目が疲れているという人だけでなく、特に近視または遠視で悩んでいる人におすすめです。遠くに目の焦点を合わせる。 遠くにあるもの、遠くにいる人などなんでも良いので、できるだけ遠くに焦点を合わせてください。そして、目の焦点を最初にスタートしたところに戻します。近くのものに焦点を合わせる。特に何に焦点を当てるでもなく周りを見回してから、何か近くのものを集中してみましょう。埃、小さなアリ、爪などなんでも良いです。 これらのエクササイズは、目の緊張をほぐし、視力を強化して、必要な時に目をリラックスさせるのに役立ちます。エクササイズを組み合わせて、習慣として取り入れられるようにし、仕事の休憩時間などに行いましょう。素晴らしい効果が実感できるはずです。